温かい家族に囲まれて、うんうん、幸せに過ごしたいなって思いますね、うん、愛ってすごい大切だなと思うので、うん、私はそういう愛情、愛を大切にする人生にしたいなと思っています。いろいろ興味が湧きましたね、うん、なんかどのぐらいのお金が必要なんだろうかとか、このこういうことをするために例えばお家を建てるためにとか、うん、なんかいろいろ自分の人生プランをしっかり立てて、うん、あのどのぐらいお金が必要なのかっていうのを、うん、その考えるのもとても楽しかったので、こう考えたらどん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 興味が湧いてきました、うん、続けていきたいですね、うん、あの今は本当にお仕事が楽しいので、はい、続けられれば、ずっと続けていきたいなと思ってます。今ずっともう家族に家を建てたいなと思っていて、そうですね、家族が住めるようななんか、はい、ちょっと田舎とかに、うん、あの大きな家を建てて、はい、みんなでゆっくり暮らしたいなというのとか思ってるんですけど、その素敵な家庭を築きたいなっていうのは、うん、昔からずっと思っているので、うん、なんか温かい家庭をね築けるように、うん、なんか それでもお家を建てたいなとも思っているので。 なるほどお子さんもということになりますよね。はい、お子様好きで、はい、大好きです、ね、いや家族大好きなので、うん、よく週末もみんなで、はい、あの車で遠出したりとか、はい、旅行に行ったりもするので、うん、最近というか1年ぐらい経つんですけど、はい、車の免許を取ったので、はい、そうですね、なのであの車を購入してドライブとかもできたらいいなって思ってます、うんうん、世界一周どんと大きくそう、うん、してみたいなって思っていて、うん、あのプライベートでも海外に旅行に行ったことがなくて、はいはい、仕事でしかないんですけど、はい、いつかねプライベートで海外いろんなところを飛び回りたいなっていうのは、一回都会からは外れて、そうですね、うん、なんかすごい自然がいっぱいな、うんうん、なんか田舎とかに行って、はい、ゆっくりのびのび暮らしたいなと思うので、うん、そこにお家とかね建てられたらいいなと思うんですけど、うん、私あの京都がすごく好きでプライベートでもよく行くんですけど、はい、なんで京都とか あとは鎌倉とか、うんうん、なんかのんびりできる場所だったり、海外だったら、はい、あの撮影で一回行ったロサンゼルスとか、はい、あとスイスは、うん、あの結構シルバニアファミリーだったり、うん、なんかそういうヤギと戯れたりとか、なんかそういうのが好きなので憧れがなんかあるので、やっぱりあったかい家族に囲まれて、うんうん、幸せに過ごしたいなって思いますね、うん、私の人生を、はい、これアンケートではファーって書いたんですけど、話すとなんか恥ずかしいなって思うんですけど、はい、やっぱり家族だったり友達だったり、はい、なんか愛ってすごい大切だなと思うので、うん、私はそういう愛情、愛を大切にする人生にしたいなと思っています。